関西アカペラジャンボリーとは、例年5月に、関西で行われる、日本最大級のアカペラストリートイベントである。通称、カジャ。その年のカジャは、カジャの後に西暦を付け足して、カジャ2019のように呼ばれる。運営、出演者ともに学生が主体となっている。運営は、アカペラサークルに所属している学生から構成される。 関西アカペラジャンボリー実行委員会によって行われる。実行委員会は第1回から現在に至るまでのカジャに共通する運営の理念として声だけで表現する音楽であるアカペラを多くの人に楽しんで大体出演者とアカペラを楽しむ人々が刺激を与え合う1日に主体の2つを掲げている。出演バンドは例年約百五十組の応募の中から 一次審査、及び、それを通過したバンドが受けることができる二次審査から、選出されたアマチュアバンドと、実行委員会が招致したゲストバンドで構成される。例年多くの来場者数があり、全国から集まる、多数の応募から出演者が決まる。また、インスピ、要因費欲など、現在では、プロとして活動しているバンドやミュージシャンの中で、過去のカジャに出演した者も,もいる。 こうしたことからアカペラサークルに所属し、アカペラの活動をする者にとっては、ジャパンアカペラムーブメントと共に憧れのステージとされることも多い。一部はアカペラバトルフェスティバルの優勝、準優勝バンドも含む、観客による投票制。キャッチコピーが付けられるのは2003年以降、雨天のため室町工事広場から会場を移動した、ヒャダインこと前、 山田健一がメンバーにいる。新型インフルエンザの流行によって当初予定されていた5月23日から9月19日に延期された A キューブと読むプロゲスト。 h t t p s w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  e s t j r c o j p s l a s h l i f e p d f k e i h a <aría> e n s 2 0 1 6 0 4 1 9 pdf サーチイコール。二十七中じゃプラス二千十六パーセント。二十七日本最大級のアカペラの祭典。かっちゃ。 2016-2016年5月3日に開催。2018年1月5日閲覧。カジャ2018アバウト。カジャ2018。2019年1月4日閲覧。関西アカペラジャンボリーの記録。これまでのキャッチコピー。2019年1月5日閲覧。天王寺公園、天芝で、アカペラの祭典。カジャ、相川七瀬さんも出演。安倍の経済新聞。 https://abeno.keiza.biz/headline/2861/2018 i 年11月24日閲覧。今日午、7の 3TV、昼カフェ。ブログ .livedor.jp。2019年1月4日閲覧。アカペラバトルフェスティバル2015。 fantasia-kob.jp2019 e 年1月5日閲覧 https www.kintetsu.co.jp スラッシュオールニュースニュースインフォカジャプラス 13419pdf2013 年度は安倍の天王寺エリアアカペラタウン化計画を推進します www.kintetsu.co.jp2019 年1月5日閲覧ありがとうございます。